阪神競馬場5レースメイクデビュー阪神2歳新馬芝の内回りコース 1200m 9頭によるデビュー戦です。内回りコースを使います。34コーナー内回りと外回りは400メートルの差があります。外回りコース 1600m のスタート地点と同じところにゲートが置かれています。内回りの1200メートル戦。春には桜が咲き誇る。その並木の前を通過して。 3,4コーナーの分流点から内回りコースへと入っていきます少し風が出てきましたバックストレッチの並木の木の葉が揺れています9番栗のかぐやが最後に収まって9投のデビュー戦 スタートしましまた好ダッシュ、5番名村ビオラが切りました内から1番のベネベレンティこの2頭が飛び出していきます3番手は3頭、7番の天童、外を通って9番の栗のグヤ内から6番のステイチューンドも上がってその後ろは3、4馬身切れました3番のウエストチェリー4番、由井のパチュレック後方は5、6馬身空いて8番、クリノバルキリー後方から2投目内回りの3コーナーのカーブに入っています1頭、遅れ加減2番のレオテミス最後方先頭からおしまいまでは20馬身以上の差になりました。 先頭を変わって1番のベネメレンティ内から先頭に立っています、2番手、5番のナムラビオラ、600切りました、3、4コーナー中間、34秒6で最初の600を通過、3番手のインコースに6番のステイチューンド、4番手、外を通って9番栗のグ谷、7番の天童が差を詰めていく、5番手、4コーナーから直線に向きます、内から先頭に立った1番のベネメレンティ先頭で直線、2番手、5番のナムラビオラ、差を詰めていく、3番手から6番のステイチューンド、その後ろ7番、天童、4番手、200を切って、ここから坂を上る。 1>, 1番のベネベレンティベベネベレンティ粘っている5番のナムラビオラ2番手あと 100m 坂を上りきった3番手6番のステイチュウンド1番のベネベレンティデビュー勝ちゴールイン2番手5番のナムラビオラ3番手6番のステイチュウンドでした今、大きく遅れて2番のレオテミスゴールに到達9頭デビュー戦全場完走しています。 勝ちタイムは1分9秒に1番ベネメレンティと三幸秀明騎手新種目はニューイヤーズデー3区デビュー勝ちを収めました途中から花に立って内から花に立って1番のベネメレンティ五5番のナムラビオラに一旦は差を詰められるようなところがありましたが力強く坂を上って後続を振り切っています2歳の牝馬ベネメレンティ安城三幸秀明騎手 この3日間開催、三木騎士は初勝利勝ちタイム1分9秒2上がりゴールまでの 800m は45秒 9600m は34秒6でした5着まで馬番ともっています阪神5レース1着1番ベネベレンティ新志望はニューイヤーズデーの3区です1着1番ベネベレンティ2着5番ナムラビオラ3着6番ステイチューンド4着7番天童 五着三番ウエストチェリーの順で着順掲示板点滅しています。両馬場芝千二百メートル勝ちタイムは一分九秒に上がりゴールは七百メートル四十五秒九六百メートルは三十四秒六でした。阪神五レース確定までしばらくお待ちください。